サマンダウツ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 。ナマンダブツ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 。無常人人未明の法は百千万号にも相合うことかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナマンダブツ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 。皆さんこんばんは。今日はようこそお参りくださいましてありがとうございます。今日はあれですね、皆さんお手元にプリントあると思うんですけども、ここのですね、天神、菩薩のところ最後残ったところをちょっとだけさせていただきまして、いよいよ今日から曇鸞大師に入っていきたいと思います。で、最後のところって言いますのはですね、有本能林現人通入生寺音寺王芸のところですね。煩悩の林に遊びて陣痛を現じ、生児の園に入りて王家を示すと言えりの、ここの陣痛というところですね。陣痛って神に通じるっていうふうにこうありますけども、この陣痛力っていうのがあるんですよ。陣痛力っていうのがあります。でこれはですね、あれです、非常に高度な修行をしたりとかすると、なんていうかな、陣地を超えたような力が身についてくるっていうことなんですね。これを神通力って言います。でこの神通力って言いますのはね、あれです、もともとこの神通力っていうのは仏さんが衆生を救済するために使うものなんですよ。これはね、あれなんです、人間ってやっぱりね、非常に何て言うかな、瞑想修行をしたりとか、それからまた山に入って修行したりすると、こういう力って身につくっていうんですよね。でこれはね、特別なことじゃなくって、身につくものなんです。これをしといてください、ね、これをしといてください。身につくものなんです。だからといってこの神通力っていうものを、悪用してね、自分 の、 欲とか私の願いを満たすためにこれを使ってはダメなんですね。これはね、有名なところでは台場だったっていう人がいましてね。でこの人はあれですね、お釈迦様を殺そうとした人ですね。アジャセという王に取り入って、そしてそのアジャセの父親であるビンバシャローを殺させ、そして自分自身もお釈迦様を殺そうとして、教団を割って自分の教団を作ろうとしたっていう、そういう人なんですね。これ台場だったっていう人なんですけども、この台場だったっていう人ね、あれなんです、アジャセっていう王様に近づこうとした時に、この神通力を使ったって言われてるんですね。で最初ね、この台場だったはね、シャリホツとモクレンに、シャリホツとモクレンにね、特にモクレンっていうのは神通力第一って言われた人なんですよ。これ冠王寿経っていうお経を見てますとね、モクレンとお釈迦様が空中を歩いてビンバシャラオのところに、いやビンバシャラオじゃない、イダイケブニのところに行ったと書いたんですね。またビンバシャラオのところにモクレンとフルナがお説教に行ったって、これもですね、モクレンが空中を歩いてね、そしてビンバシャラオの牢屋のところに行ったって書いたんです。モクレンっていうのはそういうね、非常に不思議な力を備えた行者だったそうですね。だからそのモクレンの導きでフルナも神通力を使ってね、そして牢屋の中に入って、そこでビンバシャローに法を説いたわけです。こういう時に使うんだったらよろしいんですよ。ところがね、ダイバダッタはね、これを何に使うかと思ったら、アジャセ王に取り入って、そしてアジャセ王の関心を得て、でアジャセ王を動かして王様を殺させ、そしてアジャセを王にして自分もブッダの教団を乗っ取って自分がブッダになろうっていう、そういう気持ちでね、神通力を使おうとしたんですよ。でこのダイバダッタはですね、シャリホツとモクレンに、すいませんけどもお会いにも神通力を教えてもらえんやろうかっていうふうにこう言うんですよ。
そしたらね、シャリオツとモクレンはやっぱさすがなんですね。あれです、台場だったの意図を見抜いたんですよ。こいつはなんかよからぬことに使おうとしてるなって思ったんですね。で教えなかったんです。ところがね、台場だったはね、あーなんだ教えてくれないのかと、だったらね、アーナンダに聞いてやれと思うんですね。アーナンダってのはアナンソンジャっていう人でね、この人は無類のお人よしだったんですよ。非常にね、優しい人だったんですね。アーナンダの優しさっていうのはお経にもいろんなところに出てるんですけども、でこのアーナンダに頼んだ。そしてアーナンダはダイバだったの弟だったんですね。兄弟だったんですよ。だからね、お兄さんから神通力を教えてくれよってこういうふうに言われてね、優しいアーナンダは断ることができなくって、ダイバだったに神通力を教えたって言われてるの。そしてそのダイバだったは神通力を使って、アナンから聞いた神通力を使ってね、そしてアジャセオのところに行って、そしてその神通力を持って赤ちゃんみたいになってバブーっていうふうにこう言って、アジャセオの膝の上に乗って、そしてアジャセオの唾を飲んだって言われてるんですね。つまりいきなりね、おっさんが来てね、で一緒に手を組もうよと、ウィンウィンの関係でいきましょうとか言われてもね、あそれはね、アジャセは警戒しますから、可愛い赤ちゃんになってアジャセのところに赴いて、そしてアジャセの関心を得て仲良くなったって言われてるんですよ。まあ、こういうね、あれですね、神通力の使い方っていうのがあって、これは本来の使い方ではない。例えば僕らのあれですね、記憶に新しい話で言うと、朝原昌光っていう人がいましたね。で、あの人ね、まあ、神通力って言っていいのかちょっと疑問ですけども、いろんな特殊な力があったと言われてますね。やっぱり死刑になってから朝原昌光の弟子だった人がいろんな手記を発表してまして、そういうのを見ましたらね、もう触っただけでその人がどんな病気になっていたりとか、またどういうところが悪かったりとかね、またどんな悩みがあったりとか、心の調子が悪いとか、そういうことが手に取るように分かったんだそうです。これね、別にね、あれなんですよ、だから朝原昌光は本物だって言ってんじゃないですよ。ここは問題なんですね。そういう力っていうものはやはり人間って修行することによって備わっていくもんだということなんですよ。これ分かりやすいところで言うたらですよ、例えば朝原昌光は鍼灸のね、勉強してたっていうふうに言われてますね。目が悪かったもんですから、で鍼灸の先生なんかでもね、やっぱり体を触っただけでどこが悪いか分かるって人いるんですよね。だからね、僕らはね、そういう能力っていうものを特別視してしまって、それらの能力を見てしまうと、あ、これはまずいと、この人は本物だから従っていかなきゃならないんだっていうふうに勘違いしますよね。で逆に言うたら、人の上に立ちたいっていう人はね、自分が一生懸命修行して偉い宗教者になって人の上に立ちたいっていう人は、そういう能力を悪用するんですよ。例えばね、朝原昌光はね、これもまあたまたま偶然なのか、それとも本当にそういう能力があったのかわからないですけども、人の心がですね、手に取るように分かった人だって言われてるんですよね。だから弟子の人がね、なんか悩んでてね、ああなんかこんな悩んでるなとかね、あとね、もうこのオウム真理教やめようかな、もう朝原昌光とかなんか うさんくさいし、もうやめようかなと思ってると、朝原昌光から電話かかってきたなって、ジーンって言って入っていったら、お前今やめようと思ってたろ、いえそんなことございませんって、こんな感じでね、そしたらもう怖くて抜けれんやろ、ね、そういう力があったって言うんですよね。僕らも第六感とかね、虫の知らせってありますけども、なんて言いますかね、そういう能力ってやっぱねあるんですよ。でこれはやっぱね、修行とか瞑想っていうことをしていくことで、それらの能力っていうのは身についていくもんなんですよね。だからこういうものを特別に思って、そしてそういったものがあるからこの人は本物だっていうふうにしてしまったら、これは非常に間違ってるわけですね。あくまで神通力っていうのは、ここで書いてある神通力っていうのは、仏様が衆生を救うためにこういう力を発揮するってことなんです。これがここである神通力っていうことの意味で、我々はね、やっぱそういう力に迷っていくんですね。これはやっぱあれですわ、気をつけなきゃならないです。これは親鸞聖人もね、教御神章の化身土の巻っていうところで、大乗起信論っていうお書物の引用をされてね、こう言われてるんですよね。そういう神通力を使ってね、
あなたの過去世が分かるよとかね、あなたは未来何に生まれ変わっていくか分かるよとかね、これ朝原翔子もやったことですよね。もしくはあれですね、今どの宗教かってことはちょっと YouTube ではなかなか申し上げられませんけども、あなたは何かの生まれ変わりですよみたいなことを積極的に言っていったりする宗教があるわけですね。でそういうようなことで神通力を使ってその人の宿命っていうものを見てね、であの人の上に立って支配しようとしていくような、そんな現れ方っていうのは、これは下道の所得であるっていうふうにこう言われてて、これはつまりね、インチキの中のインチキだっていうふうにこう言われてるんですね。ですからあれです、こういった力っていうものは、これは人を助けて導いていこうって、目覚ましていこうっていう時に備わっていくものであって、それはあくまでもこれは自分が偉くなりたいとか尊敬されたいとか人の心を支配していきたいとか、そういうようなことに使うようなものではないし、そういうものに使っていったならば、この神通力っていうものは失ってしまわれるものなんですね。そういうことを最初にちょっとね、聞いていただいた上で、この6つの神通力のことをお話ししましょう。これ6神通って言って全部で6つあります。でまず一番最初にね、神速通ってありますね。これ説明を見ると、思い通りにどこにでも行ける自在の通力、諸仏の国を超過するっていうふうに、こうありますけども、これはあれですね、いわゆるどこでもドアみたいなもんですね。どこにでも行けるっていうことなんですね。これなんでそういうことをしなきゃならん、力が必要かといったならば、これは阿弥陀さんっていうのは、あらゆる諸仏の国、宇宙のあらゆる諸仏の国にいる衆生をみんな救い切っていかなければなりませんから、こういう働きがなかったならばそれはできないわけです。だからこれは迅速通っていうこういうね能力を得るわけですね。でこれね、曇鸞大師はこのことをどんなふうに言われてるかということなんですよ。でね、阿弥陀さんってね、ありとあらゆるところにその働きをですね、この現じるっていうふうにこう言われてますよね。だから宇宙全体を照らしていくわけなんですよ。だから我々のところに救いに来てくださるっていう、こう言われますよね。ところがね、そうなったらね、阿弥陀さんがあちこちに行ってみんなを助けていってるんだったら、お浄土には阿弥陀さんはいなくてお留守なんだよねっていうふうにこう思うかもしれませんね。でこういう見方も当然できるんですね。それでもいいんです。阿弥陀さんっていうものはもう常に迷ってる人たちのところに行って救いの働きを表していくから、お浄土にはいらっしゃらないんだって、こう思っても別に構いません。ただ善道大師じゃなくて曇鸞大師はね、ちょっと別の見方をされてます。曇鸞大師はね、こういう見方なんですよね。それはちょうど太陽の光があらゆる水に影を落とすようなものだって表現をするんです。これ例えばね、今日暑かったですよね。で太陽がギラギラって光ってるでしょ。太陽ってめっちゃ遠いよね。光の速さで8分30秒かかるところにあるんですよ。どんぐらいかって言ったら、どんぐらいだったっけ、30億キロだったかな、まあなんか忘れた。とにかく太陽と地球の距離を1天文単位って言うんですけども、まああれですよ、今日も僕は東近江市からこの大和郡山に来たんですけども、結構遠いなと思っていつも運転するのに100キロぐらいあるんですけどね。もうそんなのがね、もうほんまにちっぽけになるぐらい凄まじい距離があるわけですね。ところがそのね、太陽っていうのは凄まじい距離があってものすごい遠いところにあるはずなんですけども、その光っていうのは今私たちのところに届いてますでしょ。そしてあらゆる水辺にこれは平等に影を宿すでしょ。これをね、曇鸞大師は陽現っていう言い方をするんですね。影のごとくに現れるんだっていうふうにこう言うんですね。影のごとくに現れるんだって、親鸞聖人もこれをね、受けてね、影のごとくに身に添えりっていうふうにこう言われてますね。だからあれですね、我々っていうものをずっと照らし続けると、照らし続けているからね、だから今ここに来られてる。でも今ここに来られてるっていうのは、これはね、どっかがお留守になってここに来てるんじゃなくって、浄土っていうところからで出てきたその阿弥陀さんの働きっていうものは宇宙全部を充満して満たして、ありとあらゆるところに影を落とすんだ、これが迅速通ってことだよっていうふうに曇鸞大師は言われてるんですよね。だからあれですわ、僕らは阿弥陀さんがあちこちいろんな人をみんな救っていかなきゃならんって言ったら、もう今日はここに来て、明日はあそこにいて、次はここにいてっていうふうに、こういうふうに思うかもしれませんけども、宇宙全体のあらゆる市場に今まさに届き続けている、そういうね働き、
この大宇宙全部にですね、南無阿弥陀仏を満たして我々を救っていくって、こういうことを迅速ずっとおっしゃってるんです。これはね、だからね、あれですね、どこでも生きるっていうのはこういうことですよって言われてますね。で、次はね、天眼通ってあります。これ天眼通って言いますのはね、あらゆるものを見通す能力、これ諸仏の国を見通すっていうふうにこうありますね。これこれ天眼っていう言葉で思い出しますのはね、冠王子経ってお経さんがありますでしょ。あん中で偉大家っていう女性が出てきてね、でこの偉大家って女性は自分の子供をですね、生まれる時に殺そうとしたと。ところがそれがうまくいかなくって、その子供を育てていくんですけども、愛情を持って育っていくんですね。ところがその事実が、その子供にあれです、台場だったって人が自分の子供であるアジャセにそれをバラしちゃうんですよね。そしてそのアジャセによって自分の夫が幽閉されて、そしてその夫を助けようとした偉大家は自分もまた幽閉されてしまうっていう、こういう物語でしたね。そしてその時にね、あれですね、牢屋の中で叫ぶんですよね。もう私はこんな苦しい世界は嫌じゃって叫ぶわけですね。もうこんな苦しい世界は嫌じゃ、もうこんな世の中は悪いやつが渦巻いてる、もう嫌だってこう言うてね、悪いやつが渦巻いてるって言ったってあんたが悪いんじゃろってこう思いますけどね。でもやっぱ人間ってそういう時に自分の姿見えないですよね。他の人のせいにして、ダイバーだったが悪いんじゃ、アジャスは悪くないのにダイバーがそそのかしたんじゃ、だいたいダイバーだったとなんで親戚なんだよお釈迦様と、あんなの親戚であんたがね、ほったらかしにしとったからこういうことになったんやろみたいな感じで、お釈迦様をもうボロクソに責めていきます。その中でお釈迦様に、もう私はこんなの嫌ですと、もう清らかな世界に私は生まれたいんですってこういうわけですよ。その時にね、お釈迦様は偉大家にあらゆる仏様の世界っていうものを見せたって言われてますね。あらゆる仏様の世界を見せたと。そしてあらゆる仏様の世界を見た時に、あれですね、偉大家はですね、私は阿弥陀さんのこの世界に生まれたいと思いますってこう言って、それには私はどうしたらいいんでしょうか、私にあれ正しい道を教えてください、正しい思いを教えてくださいっていうふうに、こういうふうに言ったという、こういうところがありましたね。これは冠王子経に書かれている。そしてその後お釈迦様の導きによって、偉大家は、ね、阿弥陀さんの浄土だけじゃなくって、阿弥陀さんそのものを見ることになります。これがあれです、冠王子経に書かれていることですね。偉大家の目の前に阿弥陀さんが現れて、偉大家は阿弥陀さんと会うんですよね。それによって救われていったって書いてある。これはみんながね、これを見た時にこれびっくりしたんですよね。そんな自分勝手で、そして他人に罪をなすりつけて、ろくろく修行もしなくて仏教も聞いてなかったような人がね、ただお釈迦様に会うてね、阿弥陀さんとその世界とその阿弥陀さんを見ていった、んなアホなってそんなアホなってこう思うわけですよ。そんなバカなことあるかいと。だったらもうあれやね、仏教も鉄砲もあったもんじゃねえじゃないかってこう思いますわね、僕らだってね。我々だってですよ、もう10年20年仏法を聞いてるのにね、自分の暗い心が晴れないと。ところがね、昨日仏教に会ったばっかりの人たちがね、私阿弥陀さんにお会いさせていただきました、心の闇が晴れましたって言ったら、お前それ嘘やろピチンとかって、こうやりたくなるでしょ。これはだからね、我々も似たようなもん持ってますわね。だからこの冠王子経の偉大家の物語を見た多くのね、人たちはこう思ったんですよ。偉大家っていうのは、これはゴン家の聖者であるって。ゴン家の聖者っていうのは、もともとね、ものすごい修行をして、そして功徳をいっぱい積んでいた人だった。その人がたまたま生まれ変わって偉大家ってなって、そしてその偉大家がお釈迦様に会うことによって、それまでの修行っていうものが花開いてね、でお浄土と仏様を見ることができたんだっていうふうにこう思ったわけですよ。そうでもなかったらついつまが合わんやろ、いかがですか。そうでしょ、ね、だから あれですわね、あれですよ、なんやろうな、夏期講習を1回受けただけで東大に合格したって人が出てきて、そしたらあんたね、夏期講習1回受けただけですげえなってこう思うかもしれないけども、普通はこう思うわけですよ。でも陰でお前相当勉強してたんだろっていう。だから偉大家はね、生まれる前にそういう修行をして、そして一生懸命やってた人なんだと、こうみんな思ったわけですよ。それが生まれ変わって、でそしてお釈迦様に会ったと。だから権家の聖者であるってこう言ったんですよね。ところが善導大師は違ったんですね。善導大師は、いやそんなことはないはずだって言ったんですよ。
なぜそう思ったかといったらね、この天元ってことなんですね。冠領寿経ってお経にはね、こう書いてあるんですよ。伊達家がね、お浄土と阿弥陀様を見た後にね、お釈迦様はあなたは未だに天元を得ていないんだっていうふうにこう言うんですよ。いや、そんな浄土の世界と阿弥陀さんみたいやから、物事をありのままに見通すね、そういう天元を得ていたに違いないはずなのに、お釈迦様はあなたは未だに天元を得ていないんだって言うんですよ。あんたはまだね、あれだと、もうふにゃふにゃの心のまんまで、自分の心の精神統一もできなければ、物事をありのままに見ていく、そういう目もまだ得てないものがあなた偉大家なんだっていうふうにこう言うんですよ。ほで偉大家はそれを受けて、私は今仏様の力によってこのお浄土と阿弥陀さんを見ることができました。でもお釈迦様、私はあなたの力で見ることができたけども、あなたが亡くなった世界の人たち、あなたの後の世界の人たちは一体この世界をどうやって見ていけばいいんですかっていうふうにこう問うていくんですね。この2回これを問うんです。偉大家は最初は阿弥陀さんの浄土を見た時、その後は阿弥陀さんの姿を見た時、ほぼ同じことを2回言います。ここのところをね、全土大社見逃さなかったのね。偉大家はですね、これはいまだに天元を得ずっていうふうにこう書いてあると。そして心はもうふにゃふにゃのままだっていうふうにこう書いてあると。これ実はね、みんな思ったわけですよ。これは権現の聖者がお釈迦様に会って最後の最後の修行の締めくくりとして浄土とか仏様に会ったんだって見たのを、全土大師はこれは違うぞ、これは違う、これはどれだけ修行してどれだけ求めていってもどうやっても浄土も仏様も見ることができなかった、お釈迦様が亡くなった後の人たちのその願いがここに込められたお経だと。どうやっても浄土を見ることもできない、どうやっても仏様を見ることができない、そういう人が釈迦の教えに救われるってどういうことなのか、これを説いたお経だっていうふうにこう見ていったんですよ。だから偉大家っていうのは、これはもうこれはバリバリのボンブであって、我々と一緒だってこう全土大社は見ていったんですね。これはだからね、こう天元っていうのは あれなんですね。そんなエピソード残ってますけども、本当だったらあれですよ、ありとあらゆる国にどんな苦しんでる市場がいて、どんな悩んでる人たちがいて、どんな迷ってる人たちがいて、そういうことが分からなければ市場を救うことができませんから、仏さんっていうのはこれは権限っていうものを売るんです。でこれは偉大家はあなたはまだ天元を得てない、でも阿弥陀さんの浄土を見、阿弥陀さんの姿を見た、これは一体どういうことなのだ、こっからお念仏の教えっていうものを切り開いていった人がいるんですね。でこれが全土大師って方であると。まあこの辺にしときましょうね。で次行きましょう。天日ってありますね。この天日っていうのは、あらゆる音声を聞く能力、諸仏の諸説を聞いて授持するってありますけども、これ、ね、どういうことか言ったらですよ、これはね、声を聞く能力ってありますが、まさにこれお聴聞の働きですね。お聴聞の働きなんです。これあれでしょ、だいたいね、あれですよ、お聴聞って本当不思議なんだけども、講師の思いの通りに聞いてる人って誰もいないんですよね。もうあれですよ、100人いたら100通りの聞き方するんですよね。ってことは100人全部間違ってるってことですね。話してるやつも間違ってるし、聞いてるやつも間違ってる。お聴聞って面白いですよ。話してるやつもトンチンカンで、聞いてるやつもトンチンカン。これでね、真宗の教えっていうものがそこに伝わって、それに生きていく人たちが生まれていくんです。これこういうことが大無量寿経ってお経に詳しく書いてありますけども、そんな話をしてたら時間がなくなりますからこの辺にしときますけども、ただね、このね、天日ってありますでしょ、これね、これ阿弥陀さん自身がこれね、いろんな仏様のところをずっと回ってお聴聞をしていった仏様なんだよ。これだからこういう力がなかったらそれはできないんです。あれでしょ、阿弥陀さんってもともと法蔵菩薩っていう名前だったでしょ。で法蔵菩薩っていう菩薩は一体何をしたかっていうことですよ。世知罪王仏っていう仏様ってあってね、これは皆さん分かりますね。法蔵菩薩が世知罪王仏にあったと。そして国とその王の位を捨てた、こう書いてありますね。国とその王の位を捨てて、私もあなたのようになりたい、みんなを救っていきたいって言ったんですよ。世知罪王仏っていうのは仏様なのに仏の世界に入らずに、
迷いの世界にとどまって自在にみんなを助けていこうとした仏様、その姿を見た時に法蔵菩薩は自分っていうものを超えた大きな願いを感じた。だから法蔵菩薩は言ったんですよ。今まで自分は自分の思いや自分の願いを一生懸命満たそうとしてそうやって生きてきました。それが幸せになる道だと思って生きてきました。ところがそうやって生きてきて国王にまでなったけども、私は本当にそれによって満たされたかって言ったらそうはなりません。自分の心を満たし自分の願いを満たして生きていこうとしてもどうやっても満たされないってことが分かったし、それが本当の救いではないってことが分かりましたと。あなたの姿を見て、ね、自分の救いを後回しにして迷いの世界にとどまってみんなを助けている姿を見て、私は あなたのようになりたいと思いました。どうか私も同じようにあらゆる市場を救わせてくださいって言ったんですよ。そして法蔵菩薩は摂財王仏に言ったんですよね。こう言ったわけですよ。摂財王仏さんと、私みんなを助けていきたいけども俺は一体どうやってやっていいかわからんって言うんですよ。どうやってやっていいかわからない、どんな国を作りどんな世界を作ってどんな願いをそこに満たしたら私はありとあらゆる人を救うことができるんだ、それがわからない、教えてくださいって言ったんや。そしたら摂財王仏は何て答えたかって言ったらね、それはこういうこっちゃって言ったと思います？言わないですよね。何て言ったかって言ったら、それはお前のことだからお前が一番よく知ってるはずだぜって言ったんですよ。ねえ、何時自らまさに知るべしっていうふうに公共に書いてある、あなたのことじゃないかと、あなたのことなんだからお前が知ってるはずなんだよっていうふうにこう言うんですよ。これは仏教で非常に大事なのね、とっても大事なんですよ。何が大事かって言ったらね、仏教っていうのは答えを教えてもらう宗教じゃないんです。ここが肝心なんですよ。皆さんそれぞれがね、自分の中にあるその本当の願いってものに気づいていかなきゃならんので、だから仏の教えっていうものはこれは答えを教える教えじゃない、最後は自分に尋ねていくんですよ。だからね、何時自らまさに知るべしって、お前は知ってるはずだろうと、お前のことなんだから、こうやって摂財王仏は言うんですよ。ところがね、ところがここで法蔵菩薩は分かりました、じゃあおいら自分で考えますから、こうはならないんですね。法蔵菩薩はこう言ったわけですね。そうやったらね、私ね、自分で考えようと思いましたけども、でもそれはちょっと無理でしたって言うんですよ。なぜかと言ったら、自分の中にあるこのね本当の願いは自分でも分からないほど広くて深いんですって言ったんです。これもねすごいいいんですね。何がいいかって言ったらね、私はあれでしょ、いろんな願いを持って生きてますよ。いろんな願いを持って生きてますよ、今日だったらね、ちょっとは涼しくならないかっていう願いがあったりしますしね。もしくはあれですね、家族が平和に暮らしてほしいとかね、みんなが病気にならないでとかね、お給料上がったらいいなとかね、いろんな願いがありますよ。でもね、そういういろんな願いっていうものが自分の本当の願いかっていったらそうじゃない。私もわからないようなところに私の本当の願いがあるんですよ。この私っていう存在はね、自分でもわからないぐらいに実は広くて深いんだ、こう言ってるんですよ。これは私も皆さんもそうなんです。私たちは自分が思ってるよりもずっと広くて深い存在なんだと。もうあれですよ、無限とも言えるような長い時間、無数とも言えるような生を重ね、死に生まれ死に生まれ、そのために本当の世界に目覚めたい、本当の世界を見たい、この夢のような迷いじゃなくって、その迷いが晴れた、ね、小さな自分の心の世界じゃなくって広い世界に目覚めていきたいんだと、そういう思いをずっと持って旅ごその旅ごとに真実を求めて生きてきた。それはあれですよ、僕らはたかだかね、私の存在なんてものは50年とか60年ぐらいこの世を生きてきたっていうぐらいに思ってるかもしれないけども、仏様が見ていった私の存在ってのはそんな浅いもんじゃない。無限の間この迷いの世界を生まれ変わり死に変わりして真実を求めてきた存在なんだ。だから自分の気づいているような私ってものは本当にごく一部なんだと、もっともっと広くて深い願いが私の中にあるんだ、それを教えてくれって法蔵は言ったのよ。そしたらね、あれですよ、法蔵は言ったね、あなたに答えを聞こうと思いませんと、今まで仏があらゆる仏がどんな願いを立ててどんな世界を作っていったのか、それを教えてほしいんだって言ったの。
つまり同じように真実を求めて歩んで、そして悟っていったそれらの人たちの歩みを知りたいって言ったんですよ。これがまあ、浄土っていうことやね。あ、浄土じゃないわ。これがね、何の話をしようとしたか。なんで俺は、頭がぼーっとしてきたね。これがね、お聴聞ってことなんですよ。お聴聞ってことなんだ。お聴聞ってこういうことなんですよ。なんて言えばいいかな。僕ら仏教ってさ、ずっとお話聞いてきたわけじゃない。お話聞いてきたんだけども、どんなお話聞いてきたかって言ったら、お釈迦様から直接お話を聞いたことはなかったと思うんですよ。あった人いますか？お釈迦様からこの間お話ちょうど聞いてんって。ないと思いますね。あれですね、お釈迦様の教えっていうものが、あれですよ、まあ言うなればね、お釈迦様の悟りとか、お釈迦様の救いって、もうこれちょっと乱暴な言い方かもしれませんけども、親鸞聖人だとわからないんですよ。そうでしょ？法然上人だってわからないんですよ。禅道大師だって、どんな大師だってわからないんですよ。ね、龍樹だってわかんなかったと思いますよ。でもね、お釈迦様って一人の人間が出てきて、私を超えた世界に出会った、そのことを聞いた人たちがずっとお釈迦様の悟りって一体何なんだろう、お釈迦様の仏教の救いって何なんだろうって、そういうことをですね、連綿と考えて次から次へに受け継いできた、その歩みを我々は聞いてきたわけでしょ。言ってる意味わかりますか？そうでしょ。だからこれ不思議ですよね。あれですよ、七高僧なんか見とってもさ、それはドンラン大師と親鸞聖人の言ってること全部一緒かって言ったらそうでもないわけですから、法然上人と親鸞聖人が言ってること全部同じかって言ったらそうでもないわけですから、原神創造とか道釈禅師だってそれぞれ違ったりするわけですから、いろんな人が悩んで、こうじゃないだろうか、ああじゃないだろうかって言って、そうやってずっと連綿と積み重ねてきたその歴史を聞いてるわけでしょ。そして私もその中に加わっていくわけでしょ。つまりね、あれですよ、あれですよ、法蔵菩薩はありとあらゆる仏様が、ね、人々をみんな救って私も救われていくと、そういう営みをずっとやってきた、それを私にも聞かせてくれって言ったんですよ。これまさにあれですね、答えを知るんじゃないんですよ、その人たちの歩みを知りたいって言ったんですよ、法蔵菩薩は。これはあれですね、我々も同じことをするんですよ。あれです、答えを知るんじゃないです。お前ね、お前のことだからお前自分で考えろって言われたって、我々がね、じゃあ自分で考えますわって言ってね、トイレに閉じこもって、うんって考えたって、ろくなもん出てこないですね。出てくるのはきっと別のものです。失礼いたしました。で、あとあれでしょ、大風呂の中に入ったって考えたって、布団の中で考えたって、ろくなもん出てきないでしょ。私たちは、そういうね、仏道を求めていった人たちの歩みを聞かせてもらう。具体的には私ら、親鸞聖人の考え、親鸞聖人が悩んで向き合っていったことを聞かせてもらう。その上で私に通っていく。これだから、その時にね、石材王仏は210億の諸仏の浄土を見せて、諸仏の国を見せて、それをそこの仏とその世界っていうものを法蔵菩薩はつぶさに見ていったって言われてる。つぶさに見ていったってのは聞いていったってことなの。教えを聞いていったってことなんです。だからありとあらゆる仏の教えっていうものを法蔵菩薩はずっと聞いていったんですよ。だからね、五行の間死ゆ死ってあるでしょ、ものすごい長い時間かけてね、法蔵菩薩は聞いていくんですよ。その上で阿弥陀仏の本願ってもう建てられるわけです。これだからね、あれですね、天日って言いますのは、これは我々がね、仏の教えを聞いていくっていう、これは僕らは正確に教えを聞いていくってことはできません。これはできるのは仏様だけ。でもそういう意味で僕らとつながっている神通力ですね。で、次行きましょう。他神通って、他人の心のありさまを知る能力、諸仏の国の中の衆生の信念を知るって、ありとあらゆる仏の国の衆生、生きとし生けるものの心のありさまを聞いていくと、これが他神通って、もうこんな時間かかっちゃったな、急がなきゃ。で、宿命をつってありますでしょ。宿命をつって今何か言ったらね、自身の無限の過去を知る能力、百千億なゆたの諸行のことを知るってありますが、これは私がずっと長い間生まれ変わり死に変わり、生まれ変わり死に変わりして、
無限とも言えるような長い間ね迷ってきたっていうこの事実に目覚めるってことですね。これあのあれですよ、あのね、お前の前世はね、あの戦国 大名 でたくさんの人を殺してきたからその罪を贖わなきゃならんのじゃと、こういうような感じの過去を知るってんじゃないですよ。それは違います、それは違いますね。そうじゃなくてね、ものすごく長い間迷ってきた私の歴史を知るってことですよ。あの仏教を聞いていったらですよ、僕らの歴史ってものはたかだか数十年のもんじゃないと分かるんです。自分の業の深さとか自分の罪の重さって見ていったならば、それはもう無限とも言える時間私は迷ってきたんだってことが分かる。これがこれを知るのが宿命通なんですよ。そしてね、あのね、そうやってずっと迷ってきた私の歴史を知るっていうことは本当の涅槃の世界を知るっていうこととイコールなんです。なんでかと思いますね。これあのあれですね、親鸞上人はねこのことを「歎異抄」っていう本に「せせ症状」っていう言葉で表してるんですが、「せせ症状」って、これどういうことか言いましたね。これどんなところに出てくるかといったら、歎異抄の中でね、親鸞は父母の教養のためとて念仏一遍に見ても申したること未だそらわざってこう書いてあるところがある。私はお父さんお母さんのためにお念仏を申した、 お父さんお母さんの供養のためにお念仏を申したことなんか一遍もないんだって言うんですよ。これ一遍もないんだって言うんですよね。じゃあなんでお父さんお母さんの供養のためにあの念仏申したことがないのかって言ったら、親鸞上人はだってそうだろう、一切の生きとし生けるものはね、皆私の無限の過去、流転輪廻してきた過去を思ったならば、皆私のお父さんでありお母さんであり兄弟じゃないかって言うんですよ。せせ症状の父母兄弟なりって言われるんですね。これわかりますかね。例えばあのここにね、あの多分ゴキちゃんがいたとします。ゴキちゃんいないけどね、綺麗な本堂だから、でゴキちゃんいたら、うわゴキちゃんいやいやと思うでしょ。でもね、仏様の教えから言うたら、一切の生きとし生けるものは皆平等であって全てが一人子のように思えてくるって言われてるじゃん。でも僕らはそう思えないですね。自分の子供は可愛い、自分の親は大事、知らないおっさんはどうでもいい、このゴキブリは踏みつぶしてもよし、こうやって全部私を中心にして全ての生きとし生けるものに全部ランクをつけるでしょ。ねえ、すごく大事な人、そこそこ大事な人ね、あのまあ割と知り合い、ちょっと大事な人、どうでもいい人、死んでほしい人みたいな感じで全部こうやってランク付けをするやんけ。なんでかって言ったらですよ、自分を中心にした都合でしか物事見えてないからですね。でもよく考えてごらんって親鸞上人は言うんですよ。お前はものすごい無限とも言える長い間、無数とも言える生を繰り返してきたはずだ。そのことを思うたらですよ、ここにいるゴキちゃんだってお前のお父さんかお母さんだったことも必ずあるし、兄弟だったこともあるんだよって言うんですよ。マジかと思いますね。これそれでしょ。だからそういうことはね、そう考えたならば、この世の中の生きとし生けるものはみんなお前の、 あの父母兄弟じゃないかって、お父さんお母さん兄弟じゃないかって、ここにね、私のね流転の歴史っていうものが一切の生きとし生けるものは平等だっていう涅槃の知恵に転じ変わっていくんです。だからね、あれですよ、あの生じ生じ生知生じ即涅槃って親鸞上人は正真言の中でおっしゃってますけどね、生死っていうのは生まれ変わり死に変わりの事実ですわ。それがね、即涅槃って、その事実っていうものが一切平等の涅槃の知恵がそこから開かれてくるって、こういうのはこれ宿命っていうのね、ただ生まれ変わり死に変わりしてきたって話じゃないんですよ。無限の間この迷いの生まれ変わり死に変わりをしてきたってことは、あらゆる生きとし生けるものと我々は関係して生きてきたっていう、そうなると全てのものは皆平等であり、一切のものは皆ね私の、 あの一人子のように思えていくっていう、こういう仏の知恵にこれつながってるんですね。そしてあのこれあの最後「路人通」ってありますが、これはあの自分の煩悩が尽きて再生が消滅したってありますけども、つまり私のこの「俺が俺が」っていうこの心が破られて、そしてもう生まれない身になった、もう迷いの世界に生まれない身になった、生死がここで終わった、流転がここで終わったって、これが最後のね、あの迷いのせいであり、これが終わったらもう私は生まれ変わることがない、このことを知らせてくれるこの神通力が最後なんですね。
というわけでダッと説明しました。これはね、であれですね、このあとね、有本農林原人ってあるでしょ。つまりこれらのね、この神通力っていうものは、これは煩悩の林において遊ぶように衆生を救っていくっていう、この力のことなんです。全部そうなんです。これつまりね、この働きっていうものは仏が私を救う働きであって、私に仏の働きが働いていく姿だ、こういう姿なんだ。だからこれはみんなこの迅速通とか天に天元通とか天に通ってあるけども、これは全部この迷いの流天輪廻のこの迷いの苦しみの世界において働いていく力なの。そしてそれによって仏様っていうものはその神通力を使って我々を救済していくんだと。そしてその後入生自音自音下でしょ、生児の園っていうのはこれは僕らの世界ですよ。生まれては死に、死んでは生まれ、生まれては死に、死んでは生まれ、そういう迷いをずっと繰り返していくこの世界だ。この世界の中に入ってくるんだ。そして王家を示すってありますけども、この王家っていうのは我々を救うためにありとあらゆる形に変わっていくんだって、こういうですよね。だからあれです、皆さんね、お隣でお話聞いてる人いたりするじゃないですか。これは仏様が私を目覚まそうとしてね、変化してくださった姿かもしれないですよ、ね、家に帰ったらね、全然仏法を聞かない家族がいるとね、あれですわ、この間僕自分と娘にね、お前もいつか仏教聞いてくれたら俺嬉しいんだけどなって言ったらね、もう即答でね、一生聞かないって言われましたでもあれですね、なんだもう一生聞かないって、お前まだ14歳なのに決めつけんなよとか思いましたけどね。だって僕は14歳の時なんて仏教の部の字も知りませんでしたから、キリスト教やってましたからね。だからまあそんなん関係ないかなと思うけど、でもそういうふうに言うとる人も、これは仏さんがありとあらゆる姿に形を変えて私を仏道に導き入れようとしている姿なんだ。この世の一切のもの、ね、好きな人も嫌いな人もね、仏教聞きましょうって勧めてくれる人も、仏教なんか聞かねえって言ってる人も、ありとあらゆる人がね、この南無阿弥陀仏の世界に生きて、そして私を仏の世界に導き入れようとしてるんだ、こういうことですよ。かつて駆け足実演和尚さんって方がね、講演でおっしゃってましたけどね、ここ新人を得た人か得てない人かってこうやってあるでしょ。この人はいただいた人か、この人はいただいてない人か、この人は救われた人か、この人はそうでない人かって、こう言いたがるよ僕らね。でもこの駆け足さん先生って方はね、いっぱいの参詣者の方を前に、私は皆さんは全部幻想の菩薩だと思ってるんだっていうふうにこう言われますね。つまり自分をこの仏の世界に導き入れて目覚ましてくれる仏が、この私に応じてあれですよ、化仏となって現れてきた姿であるっていうふうにこういうわけです。阿弥陀仏の浄土からこの迷いの世界にこうやってね帰ってきてね、だからあれです、仏の知恵を得た者はね、浄土の世界にとどまらないんですよ。僕らはあれでしょ、はっきり言ってしまえば地獄が嫌でお浄土に行きたいから仏法聞いてるわけですそうでしょ、皆さんいかがですか、ね、お念仏したら地獄に落ちるって言ったら多分ここに来ないでしょ。後継寺に来てね、瓜生の話聞いたら地獄落ちるでって言って、もう来るかってなるよね。ね、このお坊さんの話聞いたらね、地獄に行かないでお浄土に行けますよって言われたら、何行くかって話でしょ。だから僕らは地獄が嫌で迷いの世界が嫌で、こういう浄土の世界に行きたいからお話を聞いてるんだと、こう思うかもしれませんね。ところがね、親鸞聖人はね、浄土真宗の信心っていうことを明らかにした教行信証の真の巻ってところのね、最後の最後のところですよ。そのところにね、長い物語を引用されるのよ。それは涅槃経っていうね、お経に書いてあることでね、この涅槃経ってお経にね、阿闍瀬ってさっき話したね、この阿闍瀬という人が自分のお父さんを殺して、その罪の呵責でね、体中にね、出来物をできて高熱を出して苦しむところを引用される。俺は父親を殺してしまった、地獄に落ちたくない、でも親を殺した者は地獄に落ちるって言われる、どうしたらどうしたらってこう言うんですよ。それでね、もう苦しみ悩んでる阿闍瀬がね、お釈迦様に出会って救われていくんですけども、お釈迦様に出会って救われた阿闍瀬は何て言ったかっていうことなんですね。もう俺は地獄に落ちることはない、お釈迦様に出会ったんだからお浄土に行けるようになった、ラッキーってこう言ってるかって言わないんですよね。阿闍瀬はこう言うんですよ、私は地獄に落ちてもいいって言ったんですよ。
地獄に落ちるのが嫌だって言って体中に出来物を作って苦しんでね、それで自分勝手になことをまめき散らしとった人が地獄に落ちてもいいって言うんですわ。で、私が地獄に落ちることであらゆる人々に救われる道が開けるなら私はそれでいいって言ったんですよ。で、ハジャスは気づくんですよ。おお、なんだこれはって。俺の心の中に根拠のない信が生まれた、生まれようがない信心が生まれた、無根の信っていうふうにアジャスは言ってますけどもね、もうどうやったって生まれようがない信心が生まれたってアジャスは言う。そりゃそうだよ、僕らは地獄に落ちたくない、お浄土に行きたいわけだ、救われたくない、救われたいわけですよ、救われないのが嫌で救われたいわけですよ、地獄に落ちるのが嫌で極楽に行きたいわけですよ。そんな人間から俺は地獄に落ちてやろう、落ちていこうなんて気持ちが生まれるはずがない。でもアジャスは私は地獄に落ちてもいいって言い始めるんですよ。みんながそれによって救われていく道が開けるんだったら私は地獄に落ちて苦しんだっていいんだって言うんですよ。ここのところに親鸞聖人は浄土真宗の信心の究極の姿を置かれるのね。だからあれですよ、これ僕ら、ね、迷いの世界を捨てて浄土に生まれていくのが救いだと思ってるけども、そう、話はそこで終わらない。この浄土っていうものに目覚めた者は必ずこの世界を後にしてこっちの世界に帰ってきてあらゆる姿に転じ変わって人々を救い続けるっていう、これはあれですね、本当は浄土に行きたくて行きたくて仕方がなくて行った私がその世界っていうものを捨ててこちらの世界に戻ってくるわけです。こういう真の姿、こういう救いの姿っていうものをこれは見ていくのね。私はあれですよ、だからね、アジャセどうでしょう、地獄に落ちてもいいって言ったわけでしょ。我々はだから自分ってものが浄土に行って目覚めなくていいっていうわけです。あれですよ、不思議ですよね。ねえ、いやちょっと言い過ぎだったな、目覚めなくていいって話じゃない、目覚めたら帰ってくるんだ。だからちょっと今の言い方は変だったかもしれないけども、ただね、自分の救いとか自分の目覚めっていうもの、私が先に救われていくっていう、これは仏の本当の目覚めじゃないの。本当の仏さんの目覚めって、仏の知恵を得るってことは苦しみ悩んで迷い続けてる人たちがみんな見えるってことなんだよ。この高い楼閣の上に立って、そしてありとあらゆる世界を見回したならば、こんなに苦しんで迷ってる人が見える。だったらそれらの人たちが救われなければ私の本当の救いもないはずだと。これ仏教で天智菩薩の話で何回も言いましたけどね、これ仏教の救いっていうのは ねあれですよ、共に往生していくってことなんです。あまねく諸々の衆生とともに安楽国に往生せんって天智菩薩が言ったでしょ。これはあらゆる生きとし生けるものとともに私は救われていくんだ、でなかったらこれは本当の救いとは言えないんだって、こういうことに目覚めていくことですから。だからあれですよ、浄土に生まれて楽ちんができるって話じゃないんです。そういうふうに思って求めていったとしてもね、それはひっくり返されるんですね。だからあれですね、この神通力っていうこのいろんなね話しましたけども、これはまさにですよ、天智菩薩は言われるわけですね。生死の園に入りて王家を示すためのものであると。私たちの苦しみ悩みの世界に戻ってきてありとあらゆる人々を救っていくための力であると、そういう力が備わるんだと。これが神通力と言われるものですね。というわけでこれでようやく天智菩薩終わりました。長くかかりましてすいません。で、休憩終わった後にですね、いよいよドンラン大師に入っていきます。ドンラン大師は私大変好きな人なんですね。長くなるかもしれませんけども付き合いください。あとね、そこに僕の本が あって1冊50円のと1冊500円のがあるんですね。私としては500円のと50円の両方買ってくれると嬉しいんですけども、まあ、皆さんにお任せします。はい、500円だと3冊しかないです。あ、ほんまですか。あら、もう売り切れかかってるみたいです。50円はいっぱいあるそうですね。1人10冊ぐらい買ってってください。10冊買っても500円の本と一緒なんでお金。というわけで、じゃあ休憩に入りますね。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。じゃあ始めます。ナマンダブツ、ナマンダブツ。そしたらいよいよドンラン大師入ってきますね。一緒に読みましょう。本師ドンランから一緒に読みましょう。では行きますよ。本師ドンラン行天師上皇蘭生菩薩来三蔵ルーシー十条経盆昇千行喜楽法とありますね。
これはあれですね、本師曇鸞は両の天使、常に蘭のところに向こうて菩薩と来し立てまつる三蔵留氏状況を授けしかば専業を凡称して楽法に帰したまえきってありますね。あれはまあ最初に曇鸞大師の紹介がなされてるんですけどもね、こういうね、あれですね、人物紹介みたいなのがね載ってる人っていうのは七高僧の中でもね2人しかいないんですね。1人はね龍樹菩薩ですね。そしてもう1人はこの曇鸞大師なんですね。でこのお二人だけがこのねこういう人物紹介みたいなのを親鸞上人は小信玄の中に書いておられますね。あとはねこの曇鸞大師実はね親鸞上人かなりやっぱりね特別扱いしておられるんですね。でまずね本師ってあるでしょ。本師って本当の先生ってことですね。こういう表現をされてる方ってのはあと一人しかいないんです。誰か知ってます？禅道ではないですね。そうそう元空ですね。法然上人、本師元空妙仏教ってありますね。元空ってのは法然上人の子ですからね。法然上人ですね。法然上人と曇鸞大師だけなんですね。であとはねこれあれなんです。この面白いというかあれかもしれませんがね、仏教のねお商業っていうのはね3つに分けられるんですよ。一つはねこれ経ですね。経、そしてもう一つは論、それからね最後は尺、経論尺の3つに分けられるんですね。で経と言いますのはねこれはまあお経ですね。これはお釈迦様が説かれたお説教を文字にしたものですね。これお経ですね。そしてね次に論ってあるでしょ。この論っていうのはこれは菩薩によって書かれたものを論っていうんですね。で具体的にはね、龍樹菩薩と天神菩薩が書かれたものを論っていうんですよ。だから浄土論っていうでしょ。浄土論っていうでしょ。で龍樹が書いたものだったら千度論とか、それから十中美馬車論っていうでしょ。中論とかも言うでしょ。これはもう全部論ってつくんですね。これは菩薩が書いたものを論って言うんですね。そしてそれらのものを解釈したもの、これはいわゆる釈って言うんですね。これはね構想によるものなんですよね。構想によるものなんですね。だからねあれですよ、親鸞上人小信玄の中でねあれですよ、なんだっけ、インド最典の、論下って言うでしょ。インド最典の論下って言うでしょ。論下、これインド最典の論下ってのはどういうことかといったら、インドとか、それから中国の西域のいわゆる天神菩薩とか、それから龍樹菩薩とかね、そういう菩薩の書いた論下、中華自治域の、構想って言われますけどもね、このいわゆるインドとか、それから西域のね菩薩っていうものを論下っていうふうにこう言うんですね。論下っていうのは髪の毛が長いんじゃありませんよ。論を書いた人ってことなんですね。だから菩薩の書いたものを論って言って、これやっぱ特別扱いするんですね。お釈迦様の説かれたお経は別格ですよ。これは別格 でそして菩薩の書いたものを論っていう、そしてあれですね、高僧の書いたものを釈って言うんですね。こういうふうに全部区別をされるんですね。経論釈っていうのはこういうことなんですね。じゃあね、曇鸞大師が書いたのはこれは浄土論中とか、それから往生論中って言われるんですね。これをね訳してね、この訳してですね、論中って言うんですよ。論中って言うんですね。論中って言うんですね。浄土論中って、だから皆さん論中って言ったら曇鸞大師の書かれた浄土論中、のことやと思っていただければいいんです。そういう意味で使いますからね、論中って言うんです。でこの論中っていうのは当然ね、これは曇鸞大師はこれは菩薩ではありませんから、菩薩って言ったらこれは天神菩薩とそれから龍樹菩薩だけですから、当然このあれですね、曇鸞の書いた浄土論中は釈の方にカテゴライズされるはずなんですね。ところがね、親鸞上人はね、これ非常に不可思議なことをされるんですよ。論中をね、中論って書かれるんですよ。中論って、
つまりね、これね、分かります？これ論中、中論って書かれるんですよ。あ、両方書いてるとこあるんですよね。あの論中って書いてあるとこもあれば、中論って書いてあるとこもあるんですけど、親鸞聖人は論中をね、わざわざ上下入れ替えて中論って書くんですよ。なぜかってことなんですね。なぜかって言ったら、この正真言のここのとこにヒントがあるんですね。本師鈍乱両天師、上皇乱小暴殺来ってあるでしょ。本師鈍乱は両の天使に、ね、常に、来し立ち祀られて、そして菩薩と言われたんだって。つまり親鸞聖人にとっては鈍乱大師って菩薩と同じなんですよ。だからね、あの天神菩薩の書かれた浄土論っていうものをね、これは論ですね、まごうことなき論ですわ。この浄土論っていうものを解釈して、浄土論中っていうのが書かれたわけでしょ。この浄土論中っていうのは、これ論の解釈であるから、当然この尺のはずなんだけど、でも親鸞聖人はこれはもう単なる論の尺にとどまらないものだって言ったんですね。これはあんなね、浄土論の注釈書なんて、そんなちっぽけなカテゴリーに収められるようなもんじゃない、これとんでもないもんであって、これは天神菩薩が考えてもなかったようなものをそこから導き出したすごい本だって、こう見ていくんです。だから親鸞聖人はね、やっぱりこれをね、あの尺のところに入れたくなかったんでしょうね。これはね、中論って言うんですよ。そしてその書き言葉でもね、これをいわゆる菩薩の書いたものを同列に扱っていくんですよ。これだからね、あの中論って、つまり論ですわ、ね、論を中したものじゃなくって、中の論であるって言うんですね。だからもう鈍乱は、これはもう親鸞聖人にとっては菩薩と一緒なんですね。菩薩のことなんです。そしてあのあれですね、これ前も話したっかな、親鸞聖人のお名前の変遷って話しましたっけね。話したような気もするけど、もう一遍話しましょうか。あの親鸞聖人はあれですね、あの比叡山に出家された時は半円っていうふうに名乗ったのね、ところがね、あの比叡山を降りられたあと法然門下に入られますでしょ。で、法然門下に入られた時に、まあ親鸞聖人2つのお名前を持ってるんですよ。一つはね、これ善信っていうお名前で、これは防号って言うんですよね、あ、ちょっと書く場所がよくねえな、これもうちょっと下に書こう。善信ってこういうね、あの名乗りをされるんですね。善信坊って、でこれはまあ生涯使われた名前なんですね。でこの善信っていうのは、これは善というのは善道の善なんですね。そして信というのは源信僧都の信なんですよ。でこの源信僧都の信と善道の善を取って善信って名乗られるんですね。そして、まあ、のさらにですね、さらにシャックっていうね、こういうお名前を持たれるわけですね。シャックって、シャックって どういう字かって言ったら、シャックってどういう字書いたっけ、ここはやったっけ、まあいいや、はい、あの黒板書いてんだか恥書いてんだかわからないっていうね。で道尺とそれから玄空、これね、これシャックっていうのは道尺と玄空ってことなんですね。道尺と玄空、つまり道尺禅師とそれから玄空商人、ここから一字取られてシャックって名乗られてるんですね。これはあの親鸞聖人のお名乗りだった禅心坊、それからシャックとお名前いただかれたんですね。これね、あの全部に共通することがあるんですよ。それは何か言ったらね、禅道大師も玄心僧都も、道尺禅師も、まあ道尺禅師はちょっと違うんですけど、あのまあ、ちょっと一緒に入れます。で道尺禅師も玄空上人法然上人もみんな観無量寿経っていうお経さんから大無量寿経の救いを見ていかれたんですね。これはあのこれは特徴なんですね。あの大無量寿経っていうお経ってね、あれだけ読んどったらなんかわからないですよ、正直なところ。皆さん大無量寿経ってお経さん読まれたことあります、ね、あのお経さんこうやって読むことありますね。あれね、ほんまに真面目に読んだらね、だいたい南無阿弥陀仏の7字も出てこんしね。あれ不思議でしょ。大無量寿経ってお経にね、南無阿弥陀仏って書いてないですね。でね、あれですよ、書かれてるものをそのまま読んだら一体何が書いてあるのかって本当によくわからないんですよ。南無阿弥陀仏が救いであるみたいな感じのことはやっぱ書いてないし、またあれですね、信心っていうこともなんだかよくわからないですし、48も誓願があるしね、
その中のどれが本間もんかって、どれが要の誓願かってこともね、やっぱりわからないですし、あれやっぱりね、なかなかわからないんですよね。非常にね、書いてあることずっと二度整然と書かれてるんですけども、あれ一体どういうことなのかってことはやっぱわからないですね。何が我々に対して求められて、何が我々の救いなのかってわからない。この大無量寿経っていうお経さんをね、読み解くヒントになったお経っていうのが観無量寿経ってお経なの。この観無量寿経ってお経を通して大無量寿経ってところに説かれている念仏の救いっていうものを明らかにされたのが、まさに善道大師とか源信僧都とか道釈禅師とか元空上人って方だったんですよ。まあ、ただね、道釈はちょっと違ったりするんですね。でもまあいいと思います、これでね。基本的にはこうです、基本的にはこうなんですね。まあ、ところがですよ、親鸞上人はシャックって名乗ってらしたんだけども、お名前を変えられるんですね。このシャックってお名前を親鸞っていうお名前に変えられます。親鸞、この親鸞っていうお名前はですね、どっから来てるお名前であるかと言ったら、親鸞ってどっから来てるお名前だったかって言ったから、これはもう明らかです。これ天神菩薩と曇鸞大師なんですよ。天神と曇鸞なんです。これで親鸞って名乗られたんですね。この天神菩薩と曇鸞大師っていうのは、これ天神菩薩に関してはね、これは観無量寿経はまあ読んでないと思います。まあ、ほんまに読んでなかったかっていったら確信はもちろんないんですけども、まあ、まず読んでなかっただろうと思いますね。この天神菩薩って方、インドの方でね、観無量寿経ってお経はどうもインドで作られたもんじゃないみたいですからね、年代的にもですね、おそらく読んでなかっただろうと思いますね。じゃあ曇鸞大師は観無量寿経を読んでたのかっていったら、まあ、これはもう確実に読んでました。浄土論中って本の中に引用がありますしね、非常に大事なところでやっぱ扱っておられます。ただね、この天神菩薩も曇鸞大師もこれはやっぱりね、あれなんです。大無量寿経って無量寿経っていうお経そのものの中に無量寿経の真意を明らかにしていこうとした人なんですね。まあ、もうちょっとね、正確な表現をすると、天神菩薩って方はこれずっと皆さんお話ししましたけども、いわゆる唯我行って言いますけども、ヨーガの教えですね。主観行って言いますけどね、我々の心を集中させて、そしてありのままを見ていくっていう、こういうやり方の延長として大無量寿経ってお経を見ていた。そしてその天神菩薩は浄土論って本を表された。無量寿経、乳母大師、願書って正式名称ですね。それを読まれた曇鸞大師が、その天神菩薩の書かれた浄土論っていうものを見て、その中から南無阿弥陀仏と唱えるっていうね、称名と、そしてそれからエコ、あらゆる功徳を地上に差し向けて共に救われていくっていう、この如来の救いの姿、そういうものを見出していって、そしてその中で無量寿経の救いの本質を明らかにしていった人なんです。これはアプローチがやっぱ全然違うんですよ。どっちかっていうと、だからね、天神菩薩は主観行、そしてから曇鸞大師はね、龍樹の空の教え、そういうところから無量寿経っていうものを見ていったんですよね。そしてどちらもこの無量寿経の阿弥陀さんの救いってものは、これは正しく仏教であると、お釈迦様の教えであると、お釈迦様が悟っていった世界のことであると、こういうふうに見ていかれたんですね。これだから親鸞上人はあれですね、いつ親鸞って名乗られたのかまだよく分かってないんですね。これはもうこれだけで一冊の本が書けるぐらい結構な重要なテーマなんです。親鸞解明の研究っていう本がありましてね、僕も読んだことないんですけども、まあ、親鸞上人がいつ親鸞って名乗られたかみたいなことを研究している本もあります。でもまあいろんな予想とかこうだろうってのはあるけど、まだ分かってない。ただおそらくね、多分ですけども、まあ、これは私の思いですが、法然門下の時に親鸞上人は親鸞って名乗られたと思っています。で、法然上人に親鸞って名乗っていいでしょうかって聞いたと思ってます。多分ね、分かんないよね、え、平安時代にタイムスリップでもしなきゃ本当のとこ分かんないけども、親鸞上人はおそらく法然上人に相談されたと僕思うんですよね。私は今までね、ずっと観無量寿経の道釈とか元空上人とか善道大師とか源信僧都とか、そういったいわゆる観行っていうものをベースにした無量寿経の見方してきましたけども、私は今
天神菩薩と曇鸞大師の書かれた浄土論と浄土論中に深い感銘を受けました。だからこれから私は親鸞と名乗っていいでしょうかって、こうおそらく聞かれたと思うんですね。こういう大きな転機が親鸞上人の中にあったと思うんです。で、親鸞上人は親鸞と名乗られたんですね。そしてもう曇鸞大師、天神菩薩、このお二人の教え、まあ言ってしまえばでもね、親鸞上人は天神菩薩の浄土論っていう本をやっぱりそのまま読んだっていうよりかはね、全部あれ曇鸞大師の見方で読んでるんですね。だからもう親鸞上人が見ている浄土論中っていうのはやっぱり曇鸞大師が解釈された浄土論中なんですわ。だからやはり曇鸞大師ですね、曇鸞大師のことを非常に大事にされたんですね。だからもうあれですわ、奇妙無量寿如来南無不可思議光って一番最初に2行あるでしょ。で、奇妙無量寿如来っていうのはあれ、奇妙人実法無下光如来っていうところが元になってるのはなんとなく分かると思うんですね。あれは天神菩薩が書かれたもんだ。じゃあ南無不可思議光ってどこに書かれてるのかって言ったらね、これは曇鸞大師の書かれた三阿弥陀仏偈ってところに出てくるんですよ。だから2行っていうのはね、まあちょっと微妙に違いますけど、 1行目はね、奇妙人実法無下光如来って、まあおそらくこの天神菩薩のね、この浄土論の一番最初のね、高らかな宣言ですね。このね、ここのところを元にして奇妙無量寿如来っていうふうにこう言われたんだと思います。これは本当はあれですね、無下光如来って言いたかったのかもしれませんけども、おそらくその後に南無不可思議光って入れたかったんでしょう。南無不可思議光っていうのはこれは曇鸞の言葉なのね。世親天神菩薩と曇鸞大師のところから2つ持ってきてるわけですよ。そしてそれがそれぞれですね、阿弥陀さん の 無量の命と無限の命と無限の光であると、13眼と12眼ってところを一番最初に持ってきたわけですよ、親鸞上人は。これはやっぱりね、何を親鸞上人に表してるかといったらね、浄土っていうものはこれ言うなれば禅道大師とか源信僧とかそういう方が明らかにされた浄土の姿っていうのはあれです、西の方にあって清らかな世界であって麗しい浄土ですよ。そういうふうに我々がやっぱり方便としてね、こういうところに行きたいなっていう形で表された浄土の姿、こういう姿をやっぱり大事にされてきた人なんです。ところが天神菩薩とか曇鸞大師ってものはそういう形で表された浄土っていうのは、本当はこれはお釈迦様の悟りの世界であり空の世界であるってことを見ていった人なんです。そのね、根拠になっているのがやはり12眼と13眼だ、親鸞上人にとってはね。これは浄土っていうものはどっかにある場所じゃないんだと、無限の光と無限の命なんだと、つまり宇宙そのものであると、宇宙のありのままの姿そのものであると、空そのものであると、そんな小さなね、西の方の10万石の世界にそんな世界があって、その中に閉じ込められていくような世界じゃなくって、そこを突き破ってね、宇宙全体を照らし永遠にそこに働き続ける空の世界であるって、こういうことを親鸞上人は阿弥陀仏の12眼と13眼ってとこから見ていったのよ。このことが詳しく書いてあるのがね、教行信証の神仏道っていうところなの。ここはやっぱ親鸞上人はすごく大事にされたですね。だからね、これを明らかにこの12眼と13眼で表された浄土の世界、そしてそれを自分に教えてくれた天神菩薩と曇鸞大師、この2人のところからやはりなんていうかな、モチーフを持ってきて正真偈の一番最初に入れたんじゃないかなと思うわけですね。まあ、この話を聞いてもね、曇鸞大師ってどんな人かって思うね、まあ、ちょっと曇鸞大師のことをお話しさせていただきましょうと言ってももう時間になりました。でもまあ一応5分ぐらいだったら延長してもいいっていうコンセンサスが長い付き合いの中でできてますんでちょっとだけこれまあそんな長いこと話しあでももう終わった方がいいかな。まあちょっとだけ話しようか。曇鸞って書いたとこありますね。曇鸞って476年、北魏後半、元門の生まれってありますね。このね、北魏って言いますのはね、三国志で魏って出てくるでしょ。魏じゃないんですね。あれはね、曹魏って言ったり前魏って言ったりするんですよ。曹操とかね、孫権とか劉備玄徳とか出てきたあれですね。今パリピ孔明っていうアニメが大ブレイク中ですけどもね、時代のあれですね、魏の話じゃないの。その後にできた魏なんですね。これ北魏って言いますね。で、元門の生まれて、元門っていうのはこれはまあ家に帰ってネットとかなんかで検索してみてください。中国のちょっとね、北の方にあります。で、15歳ぐらいまでに五台山に出家。五台山っていうのはこれ中国仏教の聖地って言われるとこなんですね。そしてそこで龍樹系の四論、中論、十二門論、大智度論、百論を学んだ。
とか涅槃行を学んだっていうふうにこう書いてあります。このね、シロンってのはシロン宗って言いましてね、これは日本にも伝わってきてます。で、あのね、中論とか十二門論とか第一度論っていうのはこの龍樹が書いたもんです。で、この百論っていうのはね、これダイバって人が書いたもんで、これ龍樹の弟子なんですね。これらの人が書いた本を学んだ。つまりね、あの論論っていうのは最初に学んだのは般若空なんですよ。これはあの親鸞上人と似てますね。親鸞上人もあの天台あの法華の修行をされた時に、やはりそこで般若空って学ばれましたからね。一切は空であると、無我であると、こういうことを学んだ人なんですね。空の教えを学んだ人なんですね。ところがね、その後読みましょうね。大住経の注釈の最中に病に倒れ、不老長寿の術を、当後継について学んだと。そして専業を持って帰る途中に洛陽で菩提寺に出会い、仏教こそ不二の教えがあると悟され、桓武両寿経を授けられた。そこで曇鸞は専業を焼き捨てて浄土経に入り、研鑽に勤め、後に石碑山の元中寺に入り、さらに鷹山寺に移って542年67歳で没したとあります。ものすごい大器晩成の人なんです。最初だから般若空の教えを学んで、そして涅槃行とかを学んで、涅槃行っても空の教えが書いてありますよ。あれ、そういうものをずっと学んでね、その後に大寿経等教を学ぼうとしたの。大寿経等教はね、これも浄土教の中では非常にね、大事なお経なんですけどね、むちゃくちゃ分量があるんですよ。全部で60巻あるって言われてます。言われてるっていうのはね、なんで言われてるって表現なんですかって言ったら、自分が読んだことないからですね。一応ね、あれですね、見たことはあるんですけども、もうなんかものすごいややこしい長いお経ですね。この大寿経等経、これをね学ぼうとしたらね、途中で病気になっちゃったって言うんですよ。これ絶望するんですよね。で、やっぱ真面目な人やったですよね。こんなんで病気になったらね、経典を解釈し学ぶどころではない。それで東光慶って人のところに行って、不老長寿の教えを学ぼうとするんです。ところがね、不老長寿の教えを学ぼうとするしてね、真面目にそれを取り組んで、免許改伝して専業って言って、その、まあ、ノウハウ本ですね、それもらったんですよ。これもらってね、そしてね、やった、俺はもうこれね、不老長寿の教えを手にしたぞって言ってね、これでね、もうルンルン気分で帰ってる最中にね、洛陽っていう町で菩提寺って人に出会う。この菩提寺って人はね、あれなんですね、西域の方のね、薬教僧って、西域って分かりますね、中国の西の方の人ですよ。あの辺の 人ですよね。そこのね、薬教僧ってのはカレーについてる漬物じゃありませんよ。それは楽教、ね、薬教僧ってのは経典を訳すお坊さんなん。経典を訳すお坊さんなんですね。これ書いた方がいいかな。薬教僧、これ菩提寺という人に出会う。その菩提寺という人にね、出会った時にね、このあれですよ、曇鸞大師はどうも自慢したらしいんですよね。ほら、こんなすごいもん手にしたぞ、すごいだなって言ったらんですよ。そしたらね、菩提寺はね、それを見てね、ぷっって唾を吐いたんだって。すげえじゃんとか言ってくれるかと思ったらね、全然そんなことなくてね、ぺって言ったんだって。お前何やってんだと、仏教を学び、般若空の教えを学び、涅槃行まで学んでおきながら、お前何も分かってないやなって言ったんですよ。なんでそんな学んでるんだ。でもってどんなんは言わな。ほいだらね、菩提寺は言ったって言うんですよ。お前は知らないのか、これを読めと。この中に今の一瞬に永遠が収まっている、これね、決して死なない教えがあるんだ。不老長寿の教えって言うたって、寿命がちょっと伸びるとかそんな程度だろって言ったんですよ。60で亡くなるもんが80まで生きるとか、その程度のもんだろ。このお経に書いてあることはね、我々がこの今の一瞬にこの永遠の宇宙の生命をに目覚める本だって言って渡したって。これ渡した本は何だったかって、桓武両寿経とも言われるし、この浄土論であったとも言われる。天智菩薩の書いた浄土論ね。この天智菩薩の書いた浄土論を訳したのが菩提寺って人だったんですよ。もしそうだとすると、もう翻訳ほやほやですよ。もう今訳しましたみたいな感じですよ。これ読めって言うんですよ。それをもらったね、曇鸞はね、俺は間違っていたって言って、その自分が苦労して手にした専業を捨てて焼いたって言うんですよね。そしてあれですね、その後その浄土論の解釈に努めて、浄土論中っていうのを書いて、そして67歳で没したっていうんですよね。
あのこれあれですよ、ドンラン大師がですね浄土の教えに出会ったのはなんと51歳。法然上人はあれですね、黒谷の法恩像の中で禅道大師の冠王者教唱にあって涙を流したのが43歳。ドンランは51ですよ。これはなんか大器晩成でしょ。これあれだね、仏教っていつから聞き始めてもいいってことですね。そこから亡くなるまでのねわずか15年の間にねものすごい業績を上げて素晴らしいものを残して、この人が残した浄土論中がなかったならば浄土真宗も当然なかったでしょうね。もう今日終わりますけども、浄土論中っていう本でね明らかになったこと、ここから出てきたね浄土の教えね、我々が聞いてる浄土真宗のねこの源みたいな本でね、もうこれはもうねドンラン大師がそこからね天神菩薩の浄土論から見つけてきたこと、そこを深めて見ていったこと、もうキリがないほどたくさんあるんですよ。もうこの話したら多分あと10回ぐらい続くんですね。ところがそんなことしたらまた来年になってしまいますしね、なんとかぎゅっと縮めて正真言の中でなんとか話していきたいと思ってるんですけども、まあすごいですよ。期待していてください。浄土論中って本はどんだけ読んでもね、読むたびにね短い本なんですよ。そんな長ないのよ。読もうと思ったら1日で読めんねん。浄土論も短かったしね、浄土論中ってそんな長い本じゃない。もう朝から集中していったら1日で読めるのよ。慣れてくるとそれはねもう何回も読んだところやから、本当に今日は午後論中読もうかなって言ったら午後でも読める。で読んだらもうね読むたんびにね新しい発見があります。これは親鸞聖人はね浄土論中を読まれたびっくりしたでしょうね。これびっくりしたと思いますよ。こんな本があったのかって。これ浄土論中って本はねどうも平安時代の前期ぐらいにはね日本に伝わっていたらしいんです。ところがね源信僧都って言うでしょ、平安時代のお坊さんですね。これ日本の浄土教の源みたいに言われてる人ですけども、この人どうも読んでなかったっぽいですね。本当は読んでたかもしれないんだけど、あれです、彼って言うとあれだね、源信僧都が書かれたね往生要集って本には浄土論中のね引用はないんですわ。ね、引用ないし、王もなんかねどっかで論文かなんか読んだんかな、どうも、ね、比叡山にね浄土論中が伝わってきたのはもう少し後らしいんですね。で法然上人は読んでおられます。法然上人は読んでおられますけども、法然上人が浄土論中ってものをそんなに重視されたっていうそういう痕跡はあんまりないですね。ないですよ。やっぱり親鸞上人なんですよ。このね浄土論っていうものも言うなればいわゆる天神菩薩のあれですよ、由意識のねものすごく大きな流れの中でちょっとありよみたいな感じでね、でヨーガっていう修行の上で浄土っていうものを見ていく方法論を論じたもんですから、言うなればそんな重要だと思われてなかったような本かもしれない。でもそれを見出してその価値を見出したのはやっぱドンラン大師なんです。そしてドンラン大師が価値見出した浄土論ってものを、これは三行一論って言って、三行ってのは浄土三部教だね、阿弥陀大無量寿経と冠無量寿経と阿弥陀経とそれから浄土論、これはやっぱ三行一論ってものを明らかにされたのはドンラン大師なんだけど、当然法然上人はそれを受け継いでるんです。法然上人はでもねそれを受け継いでるんだけどもね、ね、浄土三部経と浄土論やでって受け継いでるんやけど、肝心の千尺本願念仏師を読んだらそこに浄土論は影も形も出てこないのよ。だからやっぱねドンランっていう人と浄土論っていうものの価値を認めたっていうか、そこからね凄まじく深いものを受け取っていかれた方はどうも親鸞聖人が初めてみたいね。まあ初めてって言い方すると申し訳ないな、道釈も当然見てるんです。そこ道釈禅師もねやっぱねドンラン大師のね浄土論中っていうものをおそらく大事にしてられたと思います。ただやっぱりねあそこまで深いものをね受け取っていかれて浄土論中っていうものを深く読み込んでくれた方は親鸞聖人が初めてじゃないかな、そんな感じがします。間違ったらすいません。ただ親鸞聖人はほんまにもうやめなきゃなほんまにねドンラン大師のことをね大事に思われた。まあ今日はここまで分かっていただければありがたい。次回からドンラン大師がどんな人であったのか、で浄土論中って本でね浄土論の一体何が明らかになったのかってことを話をしていきましょう。なあ今日はこれで終わります。南無阿弥陀仏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 。
何万だ打つ何万